菅内閣総理大臣突然の総裁選不出馬表明、その裏側に一体何があったのか、そして次期総理は一体誰になるのか、最新情報を整理して考えています。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。9月の3日のこちら午後5時17時に収録をしております。さすがに今日はこの話題に触れないわけにはいかないということで、今日の昼前にですね、菅内閣総理大臣が、自民党の総裁選には出ない、まあ、つまり次期総理には目指さない、まあもう総理辞めると、まあ、いうことを事実上宣言されたわけでありますので、いや、まあ驚きましたね。まあそういうこともあり得るだろうなとは思ってましたけども、まあまさかこのタイミングでというか、総裁選まだ始まって序盤ですからね、総裁選自体も始まっていませんし、まあ今これから構図がどうなるのかという話がされてた最中にですね、もう早々に菅総理が不出馬を決める。まあ総理はもう辞めるということを宣言したわけですから、もう永田町も全部ひっくり返ってまして、もうさっきからもうひっきりなしに、もうその後ずっと明日からどうなんだと、もう1時間前に状況が変わっているような、感じでございます。そういう状況であります。のでね、この動画も編集してその間にもう状況が全部変わっちゃいますので、取って出しで出しているんですけども、まあ、今いろいろ集められている情報をもとにですね、この突然の辞任、突然の不出馬表明の裏側に何があったのか、今後どういう見通しなのかということをですね、まあ、今現在の情報を整理して皆さんにお伝えをしていきたいというふうに思います。で、まあ、今回菅総理がですね、不出馬を決めた理由について、まあ、これはもうね、最終的には後世の、この歴史研究でもう明らかにしていくしかないんだと思うんですけども、まあ今、まあ諸説流れている中、二つね、まあ私が納得した説は二つあります。まあ一つは、まあ単純に追い込まれた、辞めざるを得なくなったということですね。特にこう人事改革をやるということを宣言してですね、まあ二回外しを、岸田さん、二回外しを菅さんも試みました。まあ岸田さんがですね、対抗馬の岸田さんが、まあ二回さん外すということで一気にこう注目を集めた、この、その対抗策としてですね、自分自身も人事改革に着手するということで、二階さんと面談をして、二階さんからまあ自分に遠慮せずやってくれというふうに承認を取り付けてですね、まあ、岸田さんを封じ込めたかに見えたんですけども、結局ですね、この人事内閣改造しようとしても、大きな派閥、大派閥がほとんど人を出さなかったと。まあ、つまりこれは、二階さん外したことに成功したように見えてですね、実は追い込まれていたのは菅総理の方で、二階さんがね、まあ、事実上自分は幹事長を辞めますよと、じゃあ後任誰か探してくださいと言っても、もう、その外堀は埋められていて、誰も受ける人、引き受ける人がいなかったと。まあそんな状況の菅さんのオファーをですね、まあ幹事長やってくれ、内閣入ってくれということになったら、まあもう菅派、まあでも沈み行く船に乗るんだぞと。お前それでいいのかということを、こう周りにね、まあ二階さんが二階さんの周りとかこういうふうに圧力をかけてれば、誰も引き受け手がいなくなってしまうわけですよね。で、なのでこう、菅さんは自分がぶち上げた人事改革ができない状態に、陥ってレームダックになってしまって、もうニッチもサッチもいかなくなってですね、もう辞めざるを得なくなったと。まあこういうのが、まあベーシックな見方だと思いますし、まあ私もそうなのかなというふうに今は思ってます。で、もう一つはですね、菅さんももちろん続投できるもんならしたかったけども、自ら泥をかぶって嫌われ者役をすべて引き受けてこのタイミングで辞めたと、まあいう説も一つ流れています。まあ、菅内閣総理大臣はですね、やっぱ叩き上げでいろんな苦労も積んできてますから、このまま行くと、まあ、自分が総理のままでは衆議院選挙勝てないということはよくわかってると。でも、最後までこう粘って自分が総理やりたいんだというですね、嫌われ者のイメージというか、まあ、そういうことを引っ張ってですね、で、全部こう自分が悪いところを抱え込んで、こう、沈んでいくと。それで新しい人、まあ、今河野さんが出るとかいろいろ話題になってますけども、新しいことに人に、総理とかパスすることで、支持率をぐんと上げてですね、自民党の負けをできるだけ少なくすると。まあ、そういう汚れ役を被るためにですね、最後までジタバタしてるように見せたんだと。まあ、その分かってジタバタして、二階さん外してみようとしたりとかですね、まあ、いろんなことしたんだと、まあ、いう説も、あります。なんで、ま、この両説がですね、まあ、一つ二つ流れてまして、まあ、どちらもね、あるかなと思うんですけども、まあ、後者だとしたらもう本当菅さん人物ですよね。自分の嫌われ者役を引き受けてまでですね、ジタバタしたことも、含めてですね、自分の評価として受け止めて、自民党という組織を守ろうとしたということですから、まあ、これはもうなんか武士の鏡と言いますかね、武士道と言いますか、まあ、本当に叩き上げの立派な政治家なのかなというふうに思います。まあ、ただ前者の追い込まれた説というのも、まあ、十分にあり得ると思いますんでね、そのあたりはわかりませんけども、まあ、本当にこの菅総理は、まあ、ちょっと気が早いですけども、本当に1年間お疲れ様でしたということを申し上げたいですし、まあ、我々是々非々として菅総理には退場してきましたんで、評価できるところもたくさんあったと思います。ワクチンはね、まあ、もちろん完璧ではなかったですし、まあ、傾斜配分とかやるべきことはたくさんあったと思いますけども、まあ、ワクチンの量をしっかり確保して、このスピードで打ち始めてからは早かった。まあ、打つまではいろいろありましたけども、
まあ、このスピードでワクチンを接種できたと、まあ、いうことは、本当にすごかったと思いますし、まあ、デジタル庁の発足であるとか、まあ、こうしたことの規制緩和も、まあ、部分的には進んだ面もありますので、まあ、こうした、まあ、菅さんにしかできなかった部分というのはありますので、まあ、ここはフェアに評価をして、本当に敬意を表していきたいというふうに思います。ただ一方でですね、まあ、社会保障の抜本改革であるとか、あるいは減税とかのね、経済対策というのも不十分でしたし、まあ、規制緩和についてもまだまだ、これから、まあ、例えば農地の、やぶしのね、特区のね、農地を株式会社が参入できるとか、まあ、そういう改革は、むしろブレーキをかけてしまったりとか、まあ、金融に関しても、道島の米上場取引を、まあ、廃止に追い込んだりとかですね、まあいろんなちょっと規制改革に関しては不十分な面もありましたから、まあこうしたことは挙げればキリがないですし、まあワクチンもね、コロナワクチンについては評価できることもある一方、HPV ワクチン、子宮頸がんワクチンは未だに積極的勧奨に踏み切らないということで、まあできなかったことというのもたくさん、ありますので、まあこれはね、本当に、まあ、菅総理、まあ、自民党の限界なんだというふうに思いますので、やっぱりね、この新しい総理、総裁が誰になろうとですね、我々日本維新の会はそこで是々非々で退場して、自民党に代わる唯一の選択肢として、私たちがいるんだということをお伝えしていかなければいけないんだろうなというふうに思っております。じゃあこの自民党の総裁選レースがどうなるのかということで、まあ、菅さんが降りて、じゃあ岸田さんが最有力なのか、という人になるとですね、まあそんな簡単じゃなさそうですね。つい先ほど30分ぐらい前ですか、4時半頃に河野太郎大臣出馬へということで、まあ河野さんが、まあ出馬する見込みということでありまして、まあこれはある程度河野さんも地ならしをして、この意思を表明してるんでしょうから、ある意味派閥というかですね、裏側についている方もいらっしゃるでしょうし、まあ国民的人気はね、まあ非常に河野太郎さん高いですから、選挙の顔としても申し分ないということなので、まあ一気に最有力候補に河野さんが躍り出てるという、まあ今夕方5時過ぎの状況だ、そういう感じになってます。まあ総裁選やったらですね、地方議員の票とか党員票は多分河野さん圧倒的に集めますから、ちょっと岸田さんね、分が悪いんじゃないですかね。わからないですけど、まあ岸田さんも千載一遇のチャンス、菅さんが出ないということで、千載一遇のチャンスが回ってきたという、まあうまい具合にはいかないのかなというふうに思います。まあ野党としてはね、まあ当然菅総理であった方が選挙としては戦いやすかったと思いますし、まあ新しい顔が出てくると内閣改造とかもありますし、まあ、ニュースがそれ一色になりますから、露出が増えてやっぱり自民党が選挙に強くなる。まあこれはもう現実だと思うんです。まあ残念ながら民主主義における選挙というのは露出度、まあ話題になっているところに票が集まりますから、まあもちろん悪いニュースばっかりだったらそうじゃないですけどね。でも内閣改造とか、わかんないんだけども、それが本当にうまくいくかどうか、未知数だとしても、新しい顔が来た、新しい大臣がたくさん並んでる、写真がバシャバシャバシャって撮られて、まあ、こんなプロフィールですよって紹介される。まあこそやっぱね、支持率が上がるし、投票先としてはやっぱり投票数も増えてくるんですよね。なんでまあこの内閣改造が行われて、なんか岸田さんにせよ、河野さんにせよ、まあ高市さんにせよ、まあ誰がなるかわからないんですけども、まあやっぱり誰になっても新しい顔というのは一定の期待値が上がりますんで、まあ野党にとってみれば選挙戦は戦いづらくなったということは事実だと思いますけども、まあそれは言ってもね、しょうがない話ですから、我々は本質の部分、政策の部分で新しい総裁、新しい総理と戦っていくしかないのかなというふうに思っています。まあそれにしてもね、まああとはもう脱足ですけども、1年前の今頃、まあ菅総理の人気が絶頂で、まあ秋解散、去年の10月解散というのがね、本当最初大本命でしたから、あの時に解散してれば、全然違う未来があったんだろうなと思うと、本当人間っていうの、特に政治家というのはね、一瞬の決断が命取りになる、一瞬の決断が自分の運命を変えてしまう。もちろん日本社会も全体もそうですけどね。なので菅総理はあそこで解散を踏みとどまった。解散しなかったことで、まあ一年間という短命政権に終わってしまったと、まあいうことなので、ね、まあ本当それは何でしょうね、運命の残酷さみたいなものを感じるところであります。あと、下村博文さん何だったんですかね。下村博文さんは、早々にこう、その菅総理に諌められて、出馬をしないということを決めてしまったわけですけど、今頃後悔してるのかな、ちょっとわからないですけど、まあそれも決断ですよね。やっぱ政治家というのは、まあ自分の発言、自分の行動には、まあ全て自分しか責任が取れないわけですから、まあこういう悲劇、喜劇、そしてドラマがいろいろ生まれるわけですけども、まあまずはやっぱり国民の皆様のために日本をどうできるかということが大事ですから、新総理、新総裁、まあこれは他党のことですので、我々は横目に見るしかできないんですけども、まあこれはしっかり注視をしながらですね、我々日本維新の会の政策、これは直前までですね、錬磨、磨き上げていってですね、皆様にしっかりとお伝えして、政権交代の選択肢を認めていただけるよう、頑張っていきたいと思いますので、よろしくご指導、ご鞭撻と、チャンネル登録、グッドボタンやコメントでの応援をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。ポチッ。